鳥海一かず二大橋鳥海、忍蘭寺大橋有料道路は、大阪府道15号や大井原ら線の大阪府、寝屋川市庭寺本町2丁目と、同設津市鳥海中1丁目、2丁目を結ぶ、延長688メートルの有料道路である。東京寮の西方にかかる、鳥海大橋の交通渋滞緩和と、大阪府東部エリア、同東北部エリアの交通利便性を図るため、 1983年に建設着工し、1987年2月28日、供用開始。大阪府道路公社が一般有料道路として管理している。当初は30年間の有料期間を設け、建設費用を償還する計画だったが、交通量が計画時の見込みより少なく期間内に償還することができなかったため、2016年末に無料化を10年。 先送りする方針を決めた。しかし、10年先送りしても債務が約55億円残る見通しで、出資者の負は出資金を放棄する見込みである。この協梁の利用率が多い地元の設置士、寝屋川市等周辺地域では、普通自動車の通行料金が100円であることから、100円強と略称される。普通自動車を、はじめ、20トン超の大型車両の通行が可能。 原動機付き自転車、自転車の通行も可能であるが、双方とも、軽車両扱いで10円がかかる。歩行者についてのみ無料で通行ができる。また、身体障害者割引機も行われている。ETC による通行料金の支払いはできない。支払いは、現金と回数通行券に加え、2021年1月17日からは、ワオンや楽天ウェィ ピタパヤい効果をはじめとする交通系、IC カードなど電子マネー決済が利用できるようになった。料金所ブースには修繕員が立ち、自動にン車は普通車と同じ料金所を通過するため、修繕員に通行料金を払わず通行はできない。自転車での通行は自転車用スロープを利用する。上流型歩道上のネアガーシ側の自動車用料金所。 ブース付近に自転車通行者用の料金箱があるが、無人であるため、料金を支払わず素通りするものが後を絶たない。車両区分に関しては、大阪府道路公社車種区分についてを参照。交段の当初の計画では、通行量を1日平均2万台以上と予想していたが、1日平均交通量は2002年度の15,690台をピークにその後は徐々に減少。 2015年度は1万685台となっている。大阪府道2号大阪中央環状線の取り替え橋における渋滞緩和が期待されたが、100円とは、家有料であることもあり、計画交通量の7割程度の利用にとどまっており、期待通りの効果は発揮されていない。この橋から道なりである都市計画道路を地里急、寝屋川線の新宝町交点高柳に、 高天間開通後、1日あたり、約2000台ほど交通量が増加した。2010年3月には、設置し、茨城市方面から第2京半道路へのアクセスを強化するために行われていた新宝町交差点の立体交差化が完成した。ありがとうございます。